この真ん中の船かな、これかな。じゃあ竜道、あ、同じね。これのこと違う、こっち、これじゃないの、違うの、これが、あ、これだ、の船だ、やっぱり。それじゃ商店街に出発するか。はい、出発しましょう。よし出発しましょう。待て、ギバリ。あ、来た、またなんかケチつけに来た。勝手な真似はするな。いやだ、別に商店街行くんだからいいでしょ。古い習わしだかなんだか知らねえが、俺はそんなもんに縛られるのはごめんだ。大事、お前たちみたいにおとなしく座って待ってりゃ事態がいい方に転がるとでも言うのかい。そうだそうだ、そいつはどうする、力ずくでも止めてみせるってのかい、俺を。あ、レブリス、どうなんだレブリス。先を急ぐんだ。じゃあな。ギバリ、お前一人で生きてるつもりか。自分のやりたいようにやってりゃそれでオッケーなのか。自分さえ良ければ周りのことなんか知ったこっちゃないっていうのか。そう熱くなんなって、レブリス。難しいことは俺にはよくわかんねえよ。ポン、うん、こういう船なんだ。パーティーメンバーはマックス3人なのかな、なんかそんなぐらいだった気がすんな、人数は。あ、カエルみたい、あ、なんかこの感じ覚えてるな。流れているという大天河、大天河、こいつはその支流の、あ、だから小天河。天河の水はこの世界とは別の次元にある。海から流れ込んできてるっていうやつもいるが、さてそいつはどうだろうな。うん、宝箱あり、商店街。カオスエッジのマグナスを手に入れた。じゃあ私かな、これは。あ、多すぎて分かんないよ、私だ。相当条件、武器、竹がいっぱいあるな。これタケノコだよね、多分ね。タケノコなんだよね。タケノコがなんかそうなっちゃってんだよね。だから売れたバナナ1個あるか。とりあえずそれで大丈夫かな。あ、こっち竹2つ持ってるし、あ、ブドウ持ってるし。いっか、これで。ちょっと少ないなってなったらまた入れ替えましょう。よし、行くよ。3人、嬉しいな。あ、そうだ、ちょっと楽勝だったな。あ、これはギバリのやつだね。ギバリのやつ、ちょっと待ってね。あ、これやっぱさ、インスタント KO は私オンにしてたんだ、ずっと。これはね、ちょっとやめときます。なんかさ、あの、ジャコモ戦でさ、すぐ終わっちゃったの、これじゃないかなと思って。うん。で、バトルリザルトは簡易表示にして、うん。これをね、やめます。インスタント KO。はい。え？何かです。水をせき止められれば。あ、なんか岩かなんか持ってくんのかな？あ、なんか出てきた。え？あ、しゃん。あ、そうだ。え、50も食らってる。強くない？あ、まだか。あと、あ、ごめん。これを使って。青竹が使って。結構食らうね。よしよしよし。あー、これは半属性だね。なんか揃えた方がいいのかな。痛い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 。ちょっと痛くない？
行くぜ。どれだ。ミス。ライトフレア。決めるわ。魔術光の舞。させるかよ。50も食らってるな。結構食らうね。余裕のつもりか。払わせるぜ。剣よ、疾風となれ。危険セーラー。強いねこいつね。すごいまっすぐな姿勢で倒れて。何この鶏。卵産んでくれるんだっけ。違ったっけ。これ何これ。木くず。わ、欲しいけど、でも写真にするね。あ、でも自分の写真だったな今。待ってね。マグナス。違う、あの回復のやつ使ってこう。1のやつあんまり持ってないな。でやっぱちょっと回復入れとこうかな。あ、そうだな。あと属性を揃えようかな。特にシェラこんなに選べないんだよな。火をやめて水にしとこうかな。火と水は半属性だもんね多分。光と闇も多分半属性だよね。この風は、あ、風と空、時と空か。時と空も半属性なんだ。逆か。火属性を揃えた方がいいのか。これやめて火属性入れとこう。もう一個か。2もやめとくか。でバナナも入れたい。バナナはどうしよう。竹をやめとこうか。バナナ入れて、でカラスもちょっとこれをやめて、青いバナナしかないな。腐ったバナナしかないな。じゃあしょうがないから入れとくか。あとなんかない。あ、これ水、氷か。氷だから別にいいのか。回復がないからな。それとも防御にしとこうかな。難しいとこだね。あ、であとギバリの2、3、4、6にして、なんだこれは。魔鉱石って何。魔鉱石って何。鉱石私。あ、それともシェラか。あ、違うね、シェラ。あ、違うね。じゃあクラスレベルを上げてくれるんだ。その写真ばっかりある。いらねえ。なるほど。はい、お願い、邪魔しないで。邪魔しないで。ファイヤーバースト、ファイヤーバースト。あら、ガードされる。
蜜、蜂蜜入れとくか。ストリームブレイドのマグナスを手に入れる。ストリームブレイド、蜂蜜を入れるのに、蜂蜜、これ何なんだろう、状態不良。これ誰かに入れとこっか。234、これ何なんだろうね、これが何なのかがまだよくわかんない。これ魔法も使えるんだ、アクアエール。こっちも行ける？こっちか。あ、向こうに行くんだね。よし、どんどん倒していくよ。わ、わ。ファイヤーバースト。これでどう？クロノスブロー。あ、やった。いいよいいよ。クロノスブロー。これでどう？行くぜ行くぜ。あ、また自分取っちゃった。バカバカバカ。圧倒的に強いね、やっぱり。楽勝だったな。タケノコにしよう。自分の写真いらん。カメラ1。ちょっとじゃあ誰に入れようかな。シェラはちょっとだからカラス、カラスに入れよう。これ外し、これ入れ、で、松を外すか。はい。こっちは、あ、上に行くのか。ここに渡るんだね。これは上は、あ、上も行ける。あいつ強いやつよね。セーブだった。はい、歯ごたえはありそうだな。34、ライトフレア。これでどう？ファイヤーバースト。さすがだよ。あ、もう一個選べたな。まっすぐ倒れるの面白い。一匹ならいいね、まだ。お、アクアエール1。へえ、これさ、みんな使えんだね。へえ、あー、そうなんだ。水がいいんだね。上、上、あ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 、なんかあるよ、なんかある。ファイアバースト2。よしよしよし。じゃあ、ギバリーんとこに入れとく？5187。アクアバースト入ってたよね、これ。アクアエールか。アクアエール入ってたから同じやつ入れとこっか。若干カラスが弱い気がするんだよな。
あ、まあ、いいか。回復とかね、頑張って、カラス。登れはしない？向こうに行くのか。セーブのとこがあるから、セーブのとこまで行く。あ、来た、強いやつ。3枚使っちゃダメなのかな。痛い。回復頑張れ。なんだこれ、クリスタルショット。あ、いいねいいね、いいんじゃない。いい勝負だったぜ。いい勝負だったね。ブドウ、ブドウ来た。セーブして、あ、流れちゃうのか。めんどくさい。あ、またやるのかこいつと。これはつらい。やるときはやるんだから。まだか。あ、やべ、やばい。あ、でも防御だからいいのか。死んだ。楽勝だったな。楽勝というほどではないんだよな。あ、クリキントン。キャンプ中。あそこに水が通ってるから。あ、ちょっと。また？何度でも来るよね。なんで？ちょっと全然わかんないんだけど。早くない？どうしよう、私一生通れないかもしれん。ちょっと321でしょ。321。あ、いけた、よかった。センチュリーベールはシェラかな。シェラだ。これさ、どっちかにやっぱした方がいいかな。シャンプー、うーん、これ外し、これにするか。はい、ちょっとセーブして、で一旦ね、1時間超えたので一旦ちょっとやめようかなと思います。あー、ここ大変だな。はい、では続きをやっていきます。はい、ディアデムに到着したカラスたち、情報を得るため王都シュリアクへと向かおうとするが、この地でもとある異変が起きていた。ですね、あの、あと、ちょっと、デッキ構築をかなり見直しまして、やっぱりね、どうもね、私のは防御とかそういらんのが多かったみたいで、カラスこんな感じ、で、ほぼほぼ、あの、無属性。しました。でシェラはまあこの火属性中心にこんな感じで、ギバリもがね、ちょっと攻撃のが足りなくてね、この黒いバナナとかも入れてるんだけど、こんな感じ。なんかこの3人とも今んとこ25枚マックスなんですけど、この25枚マックスの時は、まあ、あの一応調べてみたんですよ、攻略サイト。17枚攻撃で、4枚、防御、回復っていう感じらしいので、まあ、それをちょっと参考にしつつ、組んでみました。で、多分この後、なんかほら、この、セーブポイントあるからさ、この後、ボスなんじゃないかなと思って、本当はカラスのクラスアップアイテムがあるから、一回帰っ
てクラスアップしようかなとも思ったんだけど、ちょっとこのまま行ってみて、もし叶わなそうだったら一回帰ろうかなと思います。であとですね、そう、この設定で、ゲームスピードはまあ戻してもいいかな。あ、でもわかんないからちょっと下げとこっか。このさ、血が何度も何度も落ちたさ。ちょっと待って。ここね、ここ。これ、ほら、今の速度だったらいけるんです。私結構何度かやり直してるんですけど、2倍にするとこういうのも2倍になるみたいで、ああそうだったんだって全然それに思い至らなかったなと思って。であとそうだ、これも変えとこうと思ったんだ、このバトルリザルトもね。まあ、一応だから最初のこの初期化の状態にちょっと戻して、でまた街探索の時とかにゲームスピードを変えたりしようかなと思います。これはね、定期的に変えていこうかなと。はい、大丈夫よ、みんな力を合わせて。1、8、1、ファイヤーバースト、ファイヤーバースト、えい、青竹。うん、そう、これ見たいんだよね、アトリビュートエフェクトがちゃんと効いてるのか。あ、まだ、はい、オッケー。だらしねえな。一匹だったからね。何これ。え、何これ、預金通帳。買いたい服を諦め、食べたいものも食べず、生活費を極限まで切り詰めた努力の結晶です。汗と涙によって形作られた残高を見てると、なぜかほのかに温かい気がします。そう、こういうね、なんか一見役立たなそうなやつも、これもちょっとやってて思い出してきたんですけど、例えばなんかさ、松の木とかさ、これとかね、なんかね、ある組み合わせで使うと、あ、書いてあるね、彫刻刀で削って何か芸術作品でもとか書いてあるけど、鶏もなんかね、組み合わせるとね、あったりするみたいなんですよ。だから売らないで取っといて、ちょっとね、今後そういうのも狙っていきたい。私初回のプレイでは多分ほとんどそんなのやらずにスルーしてきちゃってると思うんで、ちょっと今回はまあ情報も得ながらやっていきたいと思います。あ、ここ、ボスでは？あ、宝箱あり。ボス叶うかな？なんだこいつは、こんなんじゃ川が溢れるわけだぜ。こいつのせいだったわけか。何かいるわ、何かいるわ。ボスでは、ボスもちゃんと水属性かな、魚だから水属性っぽいな。なんかちょっと腕が気持ち悪い。もう叶わなかったら一回ね、戻ってレベルアップ、ランクアップをしたいと思います。頑張るぞ。うわー、なんだこいつは、クジラ？クジラみたいな、シャチみたいな。あ、なになに、どうした、特別のパワーを得たのか。いくよいくよ、3、3、3、ライトフレア、クロノスブロー、クロノスブロー、85、あ、50、ライトが効かない、ライトが効かなかった、わかった。5、6、6、なんだろう、またなんか来たね。あ、何、すごいガードされるじゃん。初めて見た、ヘルファイヤー。あ、これは効くんじゃない、水属性だから。あ、いいかな。何今のエフェクト、178、効いてる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 、いいよいいよ。あ、間違えた、違う、毒来た、毒来たよ、毒になってる。8、2、4、3、
30か。あー、毒ってる毒ってる。これは55のペアを狙おう。65、あ、効いてる効いてる。2、2、2。あ、効いてる。やっぱこのなんかダークみたいのが効いてんだね、きっと。3カードも効いてるし。8。あ、ブドウは意味なかったのか。2。あー、まあまあ痛いね。4、8、お前ら、あ、それで本気か。あ、4のあれを、右上を選べばよかったのか。はい、痛いけどギバリがちょっとやばいから、お、大丈夫だった、なんか効いてない。うん、これでも使いな。毒は治んないよね多分ね。6、3、6。あ、やっぱりこれで選べるんだ。これは効いてないかな。やっぱり50、マイナス50になってるもんね。小刀な23か。まだ来る。キバリ来てー。あー、64か。かけばね。レレレレレレレ。167。いいね。8。動くんじゃねえぜ。こいつにしよう。すぐに黙らせてやる。レッサス。おお。沈んだ。52か。ああ、やっぱ水だから効いてないのか。183。ライトは効かないんだ。そうだ、ライト効かない。でもしょうがない、ライトしかないから。2、7。剣よ、疾風となれ。危険。セーラン、セーラン。70。黒いバナナで殴ってやるよ。あ、黒いバナナがとどめを刺した。かわいそう、なんか。あ、でも勝てましたね。よかったよかった。よかった。260ももらえた。これはレベルアップするでしょう。はい、もらってきます。あとさ、これなんだろうっての見たいんだけど、今カーソル移動ができないですね。見たいんだよな。向こうの宝箱気になるよ。よかった。ちょっとやっぱデッキ構築を見直したからかな。よかったです。何あの浮いてんの？骨？こりゃ、大昔に絶滅したっていう雷魚じゃねえか。雷魚。雷魚。なんだってこんなのが。なんだってこんなのが。世界のほころびが少しずつ大きくなっているんだわ。サダルスードの泉であの封印が解かれてしまったからか。
世界のほころび？封印？一体何の話だそれ。帰りましょう。帰りましょう。元へ急がないと。あと宝箱の元へ急がないと。おいお前ら、ちょっと待てったら。あ、流れていく。骨らしきものが。あ、流れてきた。あ、ちょっと一回さ、あっち戻っていい？宝箱どうなった？あ、こっからじゃ見えないか？どうやって向こう行く？行けないよね。なんか向こうにも敵がいるんだけどな。こっち？違うか。まあ、しょうがないな。よし。手加減はなしだ。本気で行くぜ。8、5。ライトフレア！バイオバースト！ 38、6、2、8。あ、これも多分今腐ったぞ。セイク。バナナを食べて、黒いバナナを食べてお腹を壊して、あ、まださ、毒ってる。ずっと毒ってるんだ。ちょ、45も食らっちゃった。やばいかな。あ、治療された。厄介なタイプ。すごい厄介。2、2。13。まだか。シラがやばいから。4、5、6。やっと死んだ、一匹。守ってない。ちょっとギバリもやばくない？ギバリもやばい。4、4、4、4、4、4。水なんだよ、水がアイスって。アイスと水が一緒なんだよ、あ、やばい、100もいった。いいよ。まだか。まだ死なんのか。7、1、8。やっと2個、2体減った。4、7、裏切りの疾風の決まり。よっしゃー。48。あ、来たいですよ。なんで？武道で？4、3。よしよしよし、この調子でいきましょう。そうしましょう。ちょっと毒をさ解除したいんだけど。あ、猛毒治る。ちょっとじゃあごめんね、シェラちゃん、忘れた。違う。マグナス、これか。これをこの子に。あー、来た来た来た。でちょっとギバリを、もうこんなんいっぱい使ってこう。腐っても嫌だしね。はい。はい。あ、あの、水しぶき上がらなくなってる。あいつを倒したからか。あんなに苦労した、あそこ。え、ここさ、こっちに行ける？あ、違うか。何もなくなってる。はい。はい。来た来た。こいつが強いんだな、まさ。あ、1匹だ、よかった。7、8。ファイヤーバースト！ライトフレア！58。4。あ、ブローでガードできるんだね。5、6。どうしたな？よしよし。なんだなんだ？大丈夫ならいいんだよな。お、なんか来た！アクアエールか。アクアエール、ここでは役立たないよね。まあ、しゃあないけど。あっち行ったなんかあんのかな？ただあいつがいるだけかな？なんか穴の下潜ってたよね。いたいた。よし、一体なら。ファイアバースト！タケノコが山ほど出てきたな。ライトフレア！マジで。どうせ武器でもさ、防御できるからいいんだよね、武器が多い方が。ボイスプラス6パーになってる。なんかボイスは番号の上の方がまだ使い勝手はいいかな。だから余ってる数がもうなんかもうどうしても
余ってるよって時にはいいかもしれない。これ何なんだろうな、ここ。あ、なんかあったんだっけ、宝箱かなんか。あ、ちょっと記憶が定かでありません。だんだんね、数が増えていけば。あ、また3匹来た。あっち、あ、見ないで。122。あ、よかった。456690。邪魔だか。逃走、1匹逃走した。2、写真が撮った。なんでプライズは得られないけど、プライズを捨てて写真を撮るぜ。3、クリキントンも欲しいけどな、でもいいや。ごめんね、お金にかなうものはない。こう来てからの、はい、はい、2、5。やっぱシラちゃんが一番素早さ早いね。甘く見ないで。なるほど、これ攻撃だったのか。なんのミネラルウォーカーって。ミス。あ、なんか毒った。あ、蜂蜜作れた。蜂蜜。ちょっと、デッキで、ちょっとギバリの方に入れとこうかな。ロックアイスが多分ミネラルウォーターになったんだ。なんかミネラルウォーター使う、なんかあったな。ちょっと、これ、削除して、これ。状態異常耐性がつくのか。じゃあこれ入れといてもいい感じなんだね。キルバナ。クロイバナ。いただきだ。パシャ。いいの使っちゃった。しょうがない。これよ。102。いい感じだ。はい。レベルアップが楽しみだ。写真。何はともあれ写真。よいしょ。え、これ戻ってきてるよね。戻ってきてるね。あ、あそこに。宝箱あり。なんかある。あ、1、3。1、2、3じゃないか。これ1、2、3にならないってことだよ。なってないね。1、3、2だったから。さすがよ。まだ死なないんだね。強いね、結構。あ、いっぱい来た。松の木。
こんなくれるときとくれないと、あ、これいけるのかな。え、石じゃねえかなと思ったけど、こなんか流されなそうだけど、あ、これで来たんだっけ、この船で。うん、戻る戻る。ちょっとあそこの宝箱のことはもう忘れない、忘れないで覚えとかなきゃ。あー、レベルアップ楽しみだな。戻ってきたよ。リュードがいないじゃん。リュードどこ行った？